こんにちは、編集者の武田俊です。演劇モデルの永井美佳です。番組アシスタントのモーションギャラリー大高です。この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です。番組の提供は東京九段下にある築90年以上の歴史的建築九段ハウスなのですが、今回は再びコロナ感染拡大を受けてリモート収録でお送りしています。さて、リスナーさんからの番組へのコメント、これまでにもねたくさんいただいてはいるんですが、随時ご紹介していきたいと思うので、大高さん今週もお願いします。はい、マリモさんから2020年8月なんですけど届いてます、うん、最初は永井さんとのギャップありましたが FM をやってるみたいな感じでこれもいい、お二人のとも声が良いしゲストの方のお話もどれも興味深いいい番組、お二人の反応がないと悲しんでたので書きました、聞いてますとのことです。これね、僕エゴさして補足してて、うん、なんか10いいね分ぐらいのいいねを押したつもりでいいね押した何それすごいじゃんそう、やっぱなんかね、これ多分聞いてくださった回でハッシュタグあんま動かないんだよ寂しいなって言ってたのを覚えてて、はいうんうんうん、そこにね同情してくれたんでしょうね。同情って言い方良くないなこのマリモさんはその私のことをね、うん、うん、オールナイトニッポンゼロの時の私とギャップがあるんですけど、はいはいはい、いいって言ってくれてて、やっぱね、うんうん、深夜ラジオのリスナーってマジで情すごいのよ、うん確かに確かに、でもそうだそうだ、そうやっぱこんななんか同情して書き込んでくれるって本当、うん、深夜のリスナーだなと思って、あったかいね嬉しい確かに僕も永井さんゲスト出ていただいたオンザプラネット、うん、ラジオの深夜番組のリスナーさんもこっちもちょっと聞いてくれてる人多くて、うんうん、ああ嬉しいね。なんか竹谷さんこっちだと雰囲気違いますねみたいなちょっと恥ずかしいよね、それが。ちょっと恥ずかしい。なんか、いつもの私たちの前とは違う顔あるんですね、みたいな感じがして。いやー、まあ人間だからね、ごめん、みたいな。なんかちょっとしたそういう甘酸っぱいような、恥ずかしいような気持ちになる。わかります。ありがたい。ありがたい。マリモさん、これからもね、いろんな私たちを聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。この番組のハッシュタグは、シャープ MGC。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。そして、番組のサブスクリプション登録もぜひお願いします。それでは始めていきましょう。武田俊と永井美佳がお送りするモーションギャラリークロッシング。前回に引き続き、ゲストにユニバーシティオブクリエイティビティ、サステナビリティフィールドディレクターで株式会社博報堂クリエイティブプロデューサーの近藤秀則さんとモデルの長谷川美良さんをお招きします。そのね、永井さんが冒頭出してくれたクリティカルな質問だったと思うんですが、これってやっぱりこうお金と生活とに関わるジレンマの一つだったと思うんです、うんうん、実はこの番組はというかモーションギャラリー自体がなんですけど、お金とクリエイティビティっていうものがどうもこう両方をうまく一致させることが難しい世の中になっているよねと、うん、この SDGs に絡むお話で言うと生産コスト下げる方が利幅が増えるからみたいなことが優先されがちな世界なので、クリエイティブっていうものがあんまりお金を味方につけづらいっていうところがあると思うんですけど、それをクラウドファンディングで解決したい、そんなサービスとして回ってるわけなんですが、これって皆さんのお仕事の中でも言えることだと思っていて、うん、で今回だと単純にビジネスとクリエイティブのジレンマだけじゃなく、さらにそこに持続可能な社会に対してなんていうのかな、いいアプローチができてるかみたいな3つの指標があるような気がするんです、うん、でこれを同時に満たすのってなかなか難しい部分もあると思うんですけど、何かその3つのバランスの中で気をつけたり考えていることってあったりしますか？
近藤さんに先に振らせていただいてもいいですか？ああ、3つのバランス。うん、そう、あ、まあやっぱ広告の現場だと、どうしてもクライアントっていうものが、重要ですから、商品を売るためのある種お仕事になってくるので、そこのバランスってより、例えば僕のような編集者の仕事によりシビアな部分あると思うんですけど、何かご自身で注意されてることとか、こうあったらいいなと思っている感覚とかってありますか？そうですね。お金とそのクリエイティビティとその持続可能性って3つで、持続可能性って言われ始めたのは結構どっちかと最近かと思うんですけど、今ではクリエイティビティとお金をどう回すかっていう、まあ、クリエイティブな仕事するか、お金のために仕事するか、ライフワークとライスワークみたいな話をずっと思って、やりながら結構20代、30代の時結構悶々としたみたいな感じで、やっぱ食うためにはこれやんなきゃあんないよな、みたいな。はい。僕も広告の仕事とかいろんな仕事しながらお金のためにこれやって、こっちでお金になんないけどこっちやるみたいなのをずっとやってきたんですけど、それが、最近になって、最近っていうかこの10年ぐらいですかね、やっぱお金に、自分としてはやっぱそのクリエイティビティももちろんだし、お金になるのも必要だし、あとその持続可能性だったり、文化にとって良くないと、とにかくクライアントでもそういうのじゃないのは受けなくなったんですよね、もう。はい。なので、なんかのクライアントの仕事やれって言われても、どうって言われても、いろいろ調べて、この会社なんかいろいろ武器に投資してんなとか、やめたとか、この会社なんかいろいろ聞くとやばいな、じゃあこれやめようっていうふうにやんなくなってきて、だんだんそうじゃない、ちゃんとグッドを生み出す会社のだけを手伝うようになってきたんですけど、ここのところはずっとそういうのだけに関わることができていいな、良かったなとは思ってるんですけど、クリエイティビティの使い道って結構大事だなと思ってて、使い道、今まではクリエイティビティってみんな誰でも持ってるし、でもあんまり使わないようにしてるとか、自分が持ってることに気づいてない人もいっぱいいる。一方で自分はすごくクリエイティブだって思ってる人もいっぱいいますよね。で、そういう人たちがお金のためだけにしてると、やっぱその一方で持続可能性が下がっちゃったり、その結果、まずいものが社会に生み出されちゃったりするんで、みんなが自分のクリエイティブの使い道に結構責任を持つっていうか、それはすごい大事だなと思ってて、これをやったことによってどうなるのかみたいなことを意識しながら使うっていうか、で、お金のためにクリエイティビティを売り渡すみたいな感じがあって、はい、例えば、昔、杉本博さんっていう写真家、有名な写真家の方でインタビューしたときに、杉本さんって広告とかやんないんですかとか言ったら、私はそんな売春婦みたいなことしませんよ。なんか言われて、広告の人がインタビューしてるのに、そう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 、すごいな。ある種そういうのあるなと思って、やっぱたまっちゃうみたいな、お金のために。じゃなくて、共感して、広告やるんでも、この会社はすごくファンだし、自分がいいことやってなったから自分で協力して自分のクリエイティビティを出すとか、あるいはこの人すごいいいことやってるから、それを応援するためにこれやりたいとか、クラウドファンディングもそうだと思いますけど、なんかそういうふうに自分のクリエイティビティ使うっていいなと思うんですけど、それをこう、売り渡しちゃうみたいな、なんか、もったいない。それいっぱいやると、だんだん自分がすり減っていくみたいなところがあって、だったらお金あんま使わずに、なんかこう、お金稼がなくても、なんか、豊かな風に、やっぱ幸せっていう感じがあって、やっぱどっかでお金のために心を売り渡しちゃってると、どっかで憂さ晴らししたくなるみたいな、なんかそういう悪循環が生まれると思うんで、なんかそういう心の健康みたいなものを売り渡さないみたいなのは結構大事なんだなとは僕は思って。うわー、すごいわかります。永井さん、どう？なんか僕、今のお話で思うのが、こう、はい、富と豊かさ。で、これ、本来分かれてるはずなのに、どうも完全に同期しやすい世の中が続いてきたっぽくて。確かに。ただ実際はそうじゃないというかね。例えば僕はお魚をさばいてるとき、とても創造的な気持ちで幸せなんですけど、買ってきたのはこの1匹300円弱のアジ1匹だったりするわけで。はいはい。だから面白さと、あるいは豊かさと、いわゆる、だから、お金。お金ってやっぱり便利なのは、金額が数字になってるから、みんなで共有しやすいわけですけど、規模感とか。はいはい。その価値って別にそれぞれだったりもするよねって思うんだけど、どう？すごいそう思うし、あとなんだろう、その、自分の持ってるそのクリエイティビティを、まあ渡すわけじゃないですか、その、お金を、交換で。で、なんか、なんだろうな。
クリエイティブってこう曖昧なものだったりするから、うんうん、ものすごいこう10年続けてきたからできることなはずなのに、うんうん、5000円しかもらえないのみたいな。あ、そうっす。私の10年5000円なのみたいな。うんうん。だってこう、見えづらい表現だったり、表現の分野だとよりあるじゃないですか。そうね。うんうん。なんかピカソが、どっかでティッシュに、しょろしょろちょってなんか似顔絵描いてあげて、はい。100万円って言われたら、って言ったら高いって言われて、いや私の50年の研究が入ってるんでみたいな。いやうんうんうん。だからそこでね、その5000円ないと困る場合は飲んじゃうこともあるかもしれないけど、やっぱりそこのプライドというか、うん、なんだろう、そこを自分だけは否定しちゃダメだよなというか、この10年にはものすごく価値があって、うんうん、きちんとした、まあ、対価をいただかないと人にお貸しすることはできないんだっていうことって、せめて自分だけはちゃんと強く持ってないと、うんうん、それこそ持続はできないというか。そうだね。あとは、そこで守ることによって、自分より先の若い世代の一つ相場に影響するわけじゃないですか、うん、ギャラって。マジで、そこ頼むぜって本当思うもん、先輩たち。うんうん、あの人がこの値段でやってるんですいませんっていうようなケースってあるじゃないですか。ね、うん、あの人と私は違うけどねっていう話だし、うん、あとはなんかお金に変換されやすいクリエイティビティと、うん、そうではないけど確かに価値があるというクリエイティビティもあるわけで、うん、お金の定義は便利だけどそれだけで測ると文化的にも貧しくて将来的に社会の持続性にも何か原因として関わってくるような、うん、そういう問題にもなるんじゃないっていうのをね、うん、今近藤さんの話から僕も感じました。はい、ミラさんはどうです？いやもう今そのお金の話しててすごく感じてたな。もうめちゃくちゃこのサステナビリティ関連のお仕事、うん、もうギャラがないんですよ、ね。ああ、うんうん、そうなんだ。例えばそうなんですよね。いろんな企業が参加してても。うん、企業がまだそこに例えば割いてないんだ。そうなんですよ。うんうん、なんで、うんうん、まあそこに予算がその先ほど ESG 投資とかっていうお話もありましたし、今時代がゆっくりと変わってってるのを待ってるんですけど、うんうん、例えばまあ当たり前ですけど、お金があるところにこう人は、うん、ね、需要があるところに社会会社は着目しますし、例えばじゃあタレントとかメディアに出る人も、うんうん、じゃあこれが人気だからそれについてもっと発信しようっていうのは当たり前の流れなんだけども、うん、これはビジネスではなくて SDGs、サステナビリティ、社会問題の話なので、じゃあ果たして、じゃあタレントとかインフルエンサーとかもそのギャラが発生しないから、じゃあ取り組まなくていい問題なのかとか、うん、私もこう今事務所の協力があって、こういう活動を例えば無料でもやらせてもらってたりとか、はいはいはい。本当にこう時給換算して、例えば、まあ、変な話、事務所と割ってってなったら、うんうん、どう生活するのみたいな時も例えばあるわけじゃないですか。そういうのは多分私だけじゃなくていろんな企業さんが今直面してると思うので、うんうん、ちょっと繰り返しにはなりますけど、本当いろんな人がその今ソーシャルメディアっていうすごい大きいいいプラットフォームがあるので、もっといろんな人に発信してもらって世の中がの注目度上がってるよねっていうのを上がってもらって、うんうん、そこで企業がそこにお金を使ってもらってっていうサイクルを今待ってる。そうですよね。うん、企業側でもね、だから、これやらないとまずいぞっていうような感覚と、これをやる企業こそがクールな企業なんだっていう、ネガとポジ両方でのいいプレッシャーが重要な気がしますね。うん、クールなだけじゃなくて、多分やる方が儲かるっていうか、はいはい、企業とかも、そっちが必ず儲かるようになっていくっていうか、うん、そうだと。いろいろ聞くと、オランダとかそういうとこでも、なんでそういうのやってて、綺麗事じゃなくて、いろんな企業がどんどんそういうことやり始めてるらしいんですけど、それはそっちの方が儲かるからっていう、うん、単純にそれだけらしいんですよね。うんうん、経済合理性にも訴えるというか、うん、だからそっちになって、そうすれば当然ギャラも、それにかかるとギャラ払えるようになると思う。払われるようになると思って、うん、そういう意味で、そのためのこう先行投資を手弁当で、いろんなとこでみんながやってるっていう。でも、ガラッと、結構あっという間に変わっていくんじゃないかなって気がしますけどね。うん、だからそれが先ほどおっしゃってた、なんか永井さんのお金がない友人
は多分それができないっていうのが、まさに企業もそうなんじゃないかなと思ってて、例えば中小企業とかも取り組みたい企業、うんうん、例えば私が知り合いで、まあ、チョコレート屋さんやってるところも、例えば、じゃあ、プラスチックのジャーに入れて売ってるから、それを回収してリサイクルして本当は使いたいけども、それをすると、うん、例えばイメージ的に回収したら20円キャッシュバックしますってやっても、うんうん、新しいの使った方が70円、1個70円安いんですよ。だから結局そのもう、うん、お金がかかってしまう、需要がやっぱりないから、企業にとっても人だけじゃなくって企業にとってもやっぱりそこにお金を使うことがなかなかできないから、やりたくてもできない企業もあるんだなってこともね、うんうん、現実としてはありますよね。そうですね、うん、だからまあそういう意味ではこの SDGs には17個の繰り返しになりますけどゴールがあるので、うん、できるトライをしていくことを考えるっていうのもいいですし、うん、考えるのはねただだしね、うん、だからとりあえず考えるからでもいいんですもんね、うん、知ることから始めていただいて、 SNS で発信とかね、うん、そういうのは全然ただですしね、ビ、うんうん、ートでポジティブな流れを加速させるような、うんうん、いいなと思ってそれをリツイートするとか、うん、そういうのだけでもね、いいですよね。確かに確かに。本田さんの 3.5 はい、%っていう数字は結構希望で、全員が動けなかったとしても、うん、何か動くバッファーを持ってて、うん、気持ちがある人が 3.5 集まった時に、うん、状況が変わったりしていくってことは一つ希望で、うん、なので全員が全員フルコミットしなくても、うん、意見を表明することもできるし、うん、僕らだって、まあ、ある種矛盾の上に生きてるわけですよ、うん、資本主義の嫌だな部分あるなと思いながらも、そのおかげでここまで生き延びれてる部分もあるし、大量生産大量消費は嫌だけど忙しい時にどうしても使ってしまう、どうしても使ってしまう中での生活で出来上がった体で今そういう問題意識を感じてるわけなので、うん、なんかね、3.5 っていう数字とか17のゴール一つずつとか、あるいは意見を表明するだけでも一つ考えるきっかけだよね、うん、そういう部分をね大事にして過ごしていきたいなというふうに思いました。ちなみに近藤さんにちょっと、はい、もともと僕らっていう近藤さんとの出会いもパーマカルチャー、アーバンパーマカルチャーって本を近藤さんが出されて、はい、その時のまあ資金集めクラウドファンディングでっていう流れで、僕そこで初めてパーマカルチャーっていう文化を知ったんですけど、結構この SDGs で言ってることとパーマカルチャーで言ってることって、まあ実技なのかしらって、そうですね。と思っていて、ちょっとそのパーマカルチャーの話も、まあもともとその多分 SDGs に取り組まれる今の活動前に、ちょっとパーマカルチャーについて取り組まれていて、そこでなんか感じられていることとか、なんか実技のこととか、何かお話を聞けたらなと思います。パーマカルチャーって、簡単に言うと自然の摂理を元にしたデザインなんですよね。で、自然とかいろんなもので全部実はつながってて、例えばミツバチが受粉してとか、植物が光合成してとか、なんかちょっと今パッと出てこないんですけど、自然界で全部が循環してるんですよね。で、そういうのを関係なく経済とか資本主義、そういうのを割とぶった切った状態でどんどん儲かるものを作ってるとか、ひたすら作ってひたすらどっかで廃棄するっていう風に直線型経済になってて、でも本当は自然界って循環してるんですね、いろんなものが。それがうまく回ってたんだけど、どんどんなんか都市がでかくなってったりとか、そういう人大きくなっちゃったっていう話があって、で、パーマカルチャーっていうその自然界の、循環であったりとか、いろんな多様なものがいっぱいあって、それがうまく絡まり合ってるだとか、そういう原理をもとに場所をデザインしたりだとか、街を作ったりだとか、家を作ったり、農場を作ったりとか、そんなような方法論なんですけど、それをいろんな場所に活かしていけるなと思って、UOC の中でもパーマカルチャーの原則を教えたりとかもしてるんですけど、いろんな関係性がなんかうまくちゃんと流れるようにしていくだとか、循環していくように変えていくっていうのは、今言われているのはサーキュラーエコノミーとか、ああいう話とか、はいはい、あとシステム思考だとか、実はいろんな問題でつながり合ってるんです。そこをうまく循環させるようにしていくってところはパーマカルチャーとも通じるし、うんうん、イーズがいろんなものがつながり合っていて、17個の問題も実はつながり合ってるって話もパーマカルチャーとかともつながる、うん、どれが何なのかよくわかんないんですけど、
もともと南方熊楠とかが、あの日本で言えば昔、はいはい、縁起でつながってるみたいな仏教思想みたいなのもあったりしますけど、実は昔から知られてたことではあって、ただそういうのを全然忘れちゃって、本当にこっちの方が儲かるぞとか、ひたすら安く作ろうみたいな風に、うん、そういうちょっと資本主義が突っ走っちゃったみたいな、うんうん、そういう中で今バランスが崩れちゃってるんで、そこを少しこう自然なバランスに戻していこうみたいな流れができてきてるのかなと思って、うん、そういう意味ではパーマカルチャーっていうやつと今の SDGs もつながってるし、うん、あのシステム思考、最近あの立川くんって、ノザイナーの立川くんが新刊出して、はいはい、それを正月読んでたんですけど、500ページぐらいの本で、それも古今東西のそういうシステム思考とかパーマカルチャーとかいろんなのをつなげて、進化の仕組みと創造の仕組みが似てるみたいな、そんな話で、それも今度 UOC で彼と一緒にやろうとしてる。なるほどな。実は自然に学ぶことっていっぱいあって、自然のデザインってすごくよくできてる。で、パーマカルデザインもそれに学んでるものだし、うん、僕らちょっとこう、人間が思い上がりすぎちゃったみたいな、20世紀の、うんうん。で、それによって発展したこともいっぱいあるんですけど、なんか、実はもう少しこう、謙虚に自然の中にから学べるものはまだまだいっぱいあるっていうか、うんうん、感じがします。なんか資本主義って加速してしまった結果、人間が、僕らが生産に直接関わらないで住んでいる人たちが増えたことで、結局人間が自然物の一つであるっていう認識がね、すごく薄れてしまったっていうところに大きい歪みがあるのかなっていうふうに個人的には感じたりもしました。うん。うん。なんかこの間別の取材で、どうやったらもっとこの問題を自分ごとに、感じてもらえるかなみたいな議論をしてたんですけど、うんうん、やっぱりなぜ必要なのかっていうのを感じるには、多分自然に、例えば都会、私だと都会生まれ都会育ちなので、なかなか触れ合えて育つことがなかったんだけども、やっぱり大人になって、うん、まあ今一度改めて自然に、こう出てみて、うん、で、感じてみて、公園でもいいと思うんですよね、うんうん。で、そこで触れてみて、何を思うか感じるかみたいなのが、うんうん、そういう行為とか、うん、例えば子供の時行ってたこう山の遠足とかそういうのもないわけですから、うんまあ、ちょっと面倒くさいかもしれないけど、うんうん、なんで必要なのか思い出すっていう意味では、そういうアクションもいいかもしれないなと思いました、ね、今。うん、すごいよくわかるな、なんか。僕もなんか20代の間と30代の間、実はなんかアートの方にどっぷりだったんで、はい、結構ホワイトキューブというか白いギャラリーの中で何展示するかみたいなことをひたすら考えてて、アイディアで頭で何考えるみたいなことをずっと考えて、うんうん、クラブシーンも大好きだったし、どっちかというと人工世界の中に暮らしたんですけど、はい、30代の前半の時になんか第一の芸術祭っていうのがそこで芸術祭新潟の田舎に行って、で、あーと見てたんですけど、途中で川があったんで裸になって泳いじゃったんですけど、その時結構なんか楽しくて、あれ俺こういうこと忘れてたな、みたいな。うんうんうん、こう、ちょっとそこからこう少し環境のことを意識し始めたみたいなこともあったり、田舎のことだったりとか、ちょっとなんかちょっと自分が変わったってのがあって、あうん、だからやっぱりその、環境の活動に熱心なのも実はパタゴニアだったり、スノーピークだったり、アウトドアメーカーとか。アウトドアブランドですね。そこがない。壊れていくと、自然が壊れていくと、アウトドアメーカーもやってらんなくなるし、キャンプもできなくなっちゃうし、うんうんうん、台風来ちゃったらキャンプできないし、あれやっぱ、ねうんうん、自然と離れすぎちゃったみたいなのって、でかいなと思って、そうすると、何かがちょっと損なわれてるんだろうなと思って、うん、僕もそのニューヨーク行った時とか、都市的な頭の生活しまくってたところは、やっぱりちょっとなんか、何か楽しかったんですけど、体の部分が欠けてた感じがあって、その後からは、うんだ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 ん川で泳いだ後からはだんだんいろいろ重要なみそぎだったですね。そうだんだんこう全身の感覚とかを大事にするようになってきて、うんなんかまだコンセプチュアルに頭だけでアイデアだけでアイデア命だみたいな割とそういう感じだったんですけど、だんだんより感覚を意識するようになりました。自分のフィジカルがね、自然にそのままつながっていってるっていう感覚取り戻させてくれる、うん、そういう部分は大きそうですよね。そうですね。屋外芸術祭にもそういう SDGs 的な文脈があるって初めて今気づきましたけど、アートができることってそういうことなのかしらって今すぐ納得しました、うんうん、ちょうど北九州市でなんか SDGs アートって北九州市がこの芸術祭やるらしいんですけど、なんか SDGs アートっていう全く芸術祭っぽくない名前で、
森火の南條さんがディレクターでやるらしいんですけど、最初見た時何のこっちゃと思ってたんですけど、そうですよね。そう、穴がち外れてないってことですね、芸術祭も。なんか、でも第一の芸術祭とか瀬戸内のやつとかって、うん、なんか、そういうふうに SDGs って言ってないですけど、でもやっぱりその自然との関係性だとか、人間は自然に内包されるみたいなことを、うんうん、つまりはテーマとして語ってたりするんで、やっぱそういうのって日本人がもともと持ってたものだし、なんかそういうのをもともとやってきた気がしますけどね、その辺の芸術祭も。なるほどです。うん、前回のエピソードでもお話しさせてもらったと思うんですけど、やっぱアートとかファッションっていうのはそういう社会問題をアウトプットするものとかクリエーションだと思うので、うん、っていう意味ではすごく相性がいいというか、てかそのためのものでもあると思うので、うんうん、で、そのクリエーションを見て、まあ正直にその見る側、受け取る側の受け取り方でよくて、そこから行動するかしないかもその人の自由ですし、うん、一つのきっかけになればね、そのクリエーションがいいんじゃないかなと思います。エンターテインメントにここまで溢れてるので、うん、今。うん、そうですね、うん。そうなんですよね。エンタメが溢れすぎなんですよね、なんか。そういう意味では、まあ、エンターテインメントがある生活はもちろん豊かですし、ただ消費してしまうことになりやすいので、うん、今の皆さんのお話だと、アートとかクリエイティブっていうものは、芸術でもありながら人類を先に進ませるというか、あるいはとどまらせる、そういうきっかけにもなるものだから、うん、そういう視点から見てみても面白いでしょうし、うん、この SDGs って本当17のゴールが、いろいろなものと紐づいているので、ぜひね、リスナーの皆さんも自分の生活とか興味の中に、このゴールに何か近づけることとか、そういう取り組みが見つけられるような気がするので、ぜひこの放送回聞いたらね、17個なんだっけとか、ちょっと思い出したり調べたりしながら聞いていただけるといいのかなというふうにも思いました。これ多分永遠に話し続けられてるし、本当に今日面白かったんですけど、時間は有限ということで、このあたりで今回の特集終わりたいと思います。近藤さんが携わるユニバーシティ・オブ・クリエイティビティでは、様々なトークセッションやプロジェクトが行われるとのことで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そして、お二人の詳しい今後の活動は、SNS やホームページなどをご覧ください。2月は特集テーマ持続可能な社会における創造力と題して、ゲストに長谷川美良さん、近藤秀則さんお招きしました。お二人とも長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。さて、ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。それでは大高さん、今週はどんなものがありますか？今日紹介したいのは、コロナに負けない酪農家が作った富士の国乳業を応援、子や孫に美味しい給食牛乳を届けたいです。うんうん。このプロジェクトは、朝霧高原にある静岡県富士宮市の酪農家が学校給食に美味しい牛乳を提供するために作った乳業会社、富士の国乳業なんですけど、うん、コロナ禍での臨時休校やその経営環境が厳しい状況にあって、まあ、将来酪農などの分野で就農や就業を目指す同県の学生が、まあ、その思いだったりこの美味しさに感動し応援したいっていう思いで、このクラウドファンディングのプロジェクトが立ち上がった、そんなプロジェクトです。つまり、企業が自分たちの今、経営が、学校給食もなくて厳しいよ、なんとか助けて、ではなく、学生さんが、っていう状況だから、この企業をぜひ助けたいんですって、自主的に立ち上げたプロジェクト。ですね。激アツ。生きてるなぁ。へぇ。中井さん、牛乳飲む？めっちゃ飲むし、給食の時とか、欠席した子の分残るじゃん。うんうん。あれ、ガブ飲みしてた。だから背伸びた？伸びたの。マジか。いや、でもなんか今僕このプロジェクト紹介の情報を見てて思ったのが、うん、はい、大人になるとちょっと僕あんま牛乳飲んでないなと思って。うん。でもこうさ、まあ、学校給食に関連する業態ってどこもさ、農家さんも含めて、結構こう、うん、昨年大変だったって言うじゃない？ねえ。では、なんかプロジェクトを
いや、なんかこのクラウドファンディングのいいなって僕は思うのは、プロジェクトを知って、あ、こういう状況にあるんだ、じゃあ支援しようって思うことももちろんなんだけど、はい、それに伴って、あ、ちょっと牛乳飲む習慣つけようかなとか今僕思ってるんですよ。うんうんうん。ということで。いいね。それで支援することもできるわけだから、うん、なんかね、そういうこう、自分の生活に何かを支援するような、その動線をこう埋め込むきっかけにもなるのかなって、今ただ牛乳飲みたいだけなんだけど、いや飲みたいよね。それをまことしやかによく言った結果なんだけど、でもそういう部分があるなと思って。確かに確かに、うん、やっぱね、うん、冷蔵庫開けてあると嬉しいもんね、牛乳って。嬉しいよね、うん、なるほどな。お二人はヨーグルトはお好きですか？好き。ヨーグルトは僕食べる。うんうんうん。結構このプロジェクトページの、まあ、リターンにもなってるんですけど、このもっちもちのヨーグルトっていうのもめちゃくちゃ美味しそうだなと。へ、うん、いいなぁ。全然応援しようかなと思いました。なんかね、ヨーグルトって結構如実に差が出るじゃん。出る。ものによって、うん。だからいいもの知りたいなっていう気持ちが、ね、実は日常的に思ってたんで、いい機会かも。うん。やっぱこういうさ、なんでの、ガチのヨーグルトってさ、うん、すごいじゃん、エネルギー。うん食べたいよね。誰でも良さが分かるよね、違いがね。分かる。そうそうそう。なるほど。まあ、このプロジェクトの一番の、まあ、素敵なポイントいっぱいありましたけど、一番の特徴は、はい、やっぱり学生さん自身が立ち上げたということで、はい。ね、永井さん、メッセージもらってるんですよね。はい。静岡県立農林環境専門職大学短期大学部畜産コース1年の佐々木のぞみさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージをいただいてます。富士の国乳業は地元の牛乳を地域の子どもたちに、うん、学校給食には子どもたちの健康を守る働きや食農教育に重要な効果があります。富士の国乳業の出資者役員であり生乳を出荷する酪農家は関東の中でもトップ10に入る高品質の生乳生産者です。品質にこだわりがある上、殺菌を従来の方法と異なる低温で行っているため、牛乳本来の旨味があるのが特徴です。しかし、コロナ休校で会社は大きな影響をかぶりました。将来の酪農など農林業分野の担い手を育成する全国初の農林環境専門職大学短大の学生として、地域の農業の発展に少しでも貢献したいと思い、このクラウドファンディングに取り組んでいますですって。うわぁ、これさ19歳とかで書いてる文章ですよ。すごい、ね、いやだってすごいなぁ。18、19の時なんて人のことなんて一個も考えなかったよ。考えなかった。で自分とその周りのね、っていうか自分のことだけだったかもしれないな。だけ。いや、でもそれだけ、あの佐々木さん、うん、この農林環境専門職大学の畜産コースっていうところだから、ね、うん、タイムリーにこの状況下でのそうだ、ね、畜産業とかの厳しさっていうのを感じてらっしゃるんでしょうね。そうだ、自分たちが将来つくだろう道っていうことで、うんうん、なんでそういう部分からも支援したいプロジェクトですね。はい、うん、頑張っていきましょう。佐々木のぞみさん、どうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで3月26日まで、ぜひ皆さんチェックしてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。うん、というわけでこの特集テーマ最後の回になりましたが、うん、盛りだくさんだったね。お話のトピックスが全部がこう連関してつながり合っているというか、うん、永井さんどうだった、印象的だったパートありますか？そうで、なんかそのさ、システム自体をまあ変えようとするときとかって、うん、ものすごい人数が必要なイメージというかさ、もうマジで、そうだね、みんな心入れ替えたみたいな状態じゃないと無理だと思ってたんだけど、うん、3.5% の人がいればその革命とか起きるみたいなさ、うん、出してくれたじゃない、近藤さんが、うんうん、なんか 3.5% だったら、意外といけんじゃないのみたいな希望が持てるし、うん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 、希望が持てるとやっぱり自分がやってることに意味がある感じがするというか、そうだよね、
なんか選挙とかでいわゆる無党派層みたいな人たちがさ、動くのが 3.5 の立ち上がりってことだと思うんだけど、そうであるならば、これもね、なんか自戒を込めてじゃないんだけど、何かことを正そうとか変えようと思う人が現れた時って、世間って最初冷たいじゃん。冷たい。なんなら石投げたりすらする。うん。そうね。だけど 3.5 の立ち上がった人が変えてくれる可能性があるんだとしたら、うん、まずはそこに耳を傾けてはいたいなと思ったし、うん、自分も何かここっていう時には 3.5 でも痛いし、なんかそんな気持ちにさせられましたな。大高さんはどう？そうですね、なんかちょっと話聞きながらミニシアターで聞きに、2020年の4月頃やってたやつですけど、はいはい、あの時もまず 3.3 万になったんですけど、支援してくれた方が、でもあの時もちょうどそのまあ普及、緊急事態宣言も出て普及不要な活動っていうのはやめましょうっていう中で、結構その文化活動とか、まあクリエイティブ活動っていうのは、まあ普及不要と言われてたタイミングで、いや、そうじゃないでしょっていうところを、結構あそこから風向きが変わった気もしていて、まあ確かにその、なんか何かを変えると 50% のマジョリティを取らなきゃみたいな風にやっぱり思っちゃいますけど、あ、そうじゃないんだ。確かにでも自分もそういう事例を見たなって気がしていて、なんか指針になりそうだなとはすごい思いました。確かにミニシアターエイドがなかったら、例えば僕も関わらせてもらったブックストアエイドは起こらなかったし、そうですね、それ以降のいろいろな支援プロジェクトっていうのも起こらなかったわけで、だから、うん、数字は指標としてね、みんなで共有しやすいから便利なわけで、その良さをうまく使って数字とか、まあ、お金もそうだし、ね、向き合っていきたいなという、うん、そんな風に思いました。で、あとさ、これさ、うん、あのプレイリスト作るやつあるんだよね。うんうんうん。入れたいのいっぱい出た。あれさ、サークルオブライフ入れよう。おお、入れよう、入れよう。入れましょう。え、マジサークルオブライフさんって思わなかった？近藤さん。確かに今言われたらサークルオブライフだって思った。そう。うん。それ入れよう。ナイスナイス。そうなんだよな。本当連関してる感じがすごく分かったし、あと人間が自然物だということを僕はもう一回今年テーマにしたいなと思ったね。そんな盛りだくさんの特集が終わりまして、さてさて気になる来月の特集なんですが、これね、まだフレーズは決まってないんだけど、音楽にまつわる特集を予定してます。めっちゃいいじゃん。まあ音楽もさ、音楽ビジネスって実はこのサブスクリプションとか、メディアの環境変化にいち早く対応してきたジャンルなわけよね。他の分野よりも。そうだよね。なんでそこで見てきた知見とか、あるいはビジネスの変化、そこにどう乗るか見るかっていうクリエイターの視点、ゲストいろいろ、ね、あのいろんな視点からゲストをお招きしたいと思ってるので、お楽しみにお待ちください。ではモーションギャラリー、そして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング、お相手は武田俊と永井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。